いつも遊んでるメンツの面白いエピソードなどあれば教えていただきたいです。なんかある面白いエピソード？うん、めっちゃあるじゃん。めちゃくちゃあるじゃん。この間あれってさ、ブラックジョークすぎんのかな、なんかさ、いや、キヨのさ、一芝居打ったじゃん。はい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 。まあ、ブラックジョークって言ってもあれだよね。別にその、実際冗談なわけだから、大丈夫だよね。まあ、わかんない。あ、ギリやばい。わかんないけど。まあ、でも、常になんか面白いことは起こってるよね。起こってる。あ、ダメなんだ。誰かが面白いことしなくても。まあ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 。まあなんかちょっとマイルドに俺が言うわ今、なんかこの間天月くんの誕生日会をみんなでやろうみたいな、てかなんかご飯食べようみたいな話になった時に、まあ結構前なんです、まあ6月7月頭、ぐらいなんだけど、いつも僕ら6人って誰か来ないんですよ、絶対、まあ大体来ないのが少年 T で、まあ時点でまあイブくんかな。あ、僕なんだ。あ、違うかな。まあ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 、あと俺か。はいはいはい。で坂田とあまちゃんが来てて、まあキヨは絶対遅れてくるみたいな感じなんかな、だと思うんだけど、その日、まあ天月くんって毎年毎年みんなの誕生日を祝ってくれるから、なんだけどあまちゃんの誕生日ってなかなかタイミングが合わなかったりする時もあったの。そうだね。そうだから今年は絶対にお祝いしようねって言って、絶対遅れないようにしようねと、まあ、プレゼントもちゃんと買ってちゃんとお祝いしようねって話してたのに、あの野郎1時間半ぐらい遅れてきたんですよ。そうだね。そう、そう、それで、まあ、ちょっとこれはさすがに一回懲らしめないとあかんなという話になって、まあ、そこにキヨ以外の5人がいたのね。マフマフ、イブ、アマツキ、坂田、少年 T の5人が、でキヨが来た時に、じゃあなんかドッキリをしようって話になって、何のどんな設定だったっけ、俺がもしかしたらやばい薬をやってるんじゃないかみたいな、なんかちょっと怪しげな行動をしていたところを T 君が目撃してしまったという設定にしたの。そうだったね。そうで、なんか俺がその企業が遅れてきて、6人に集まって、で俺がトイレに行くんだよ、立ち上がるの、その間に T 君が、もうさ、俺見ちゃったんだけど、マフ君がさ、ベランダに出てさ、なんかヤバそうなの持ってたんだよ、ヤバそうなの持ってたんだよね、どうして止めた方がいいかなっていうのをなんか器用にいて、で周りのみんなも笑わないようにしてたんだよね確か。まあ、だけど、そう、なんか器用がその、すぐ分かっちゃったよって言ってたじゃん、僕とさ坂田とかがもうみんななんか笑っちゃってて笑ってたの。ニコニコだったから、そう、全然騙せなかったんだよね。でも最初さ、でも俺がさ、1回目のトイレからさ帰ってきてさ、俺がなんかその怪しげな挙動をさフラフラしながらさわざと入ってきてさうつむいたりしてたらさ、なんか神妙な空気じゃなかった、なんか、なんか止めた方がいいよみたいな。ね、全然ドッキリになってなかったっていう。なってなかったんだあれ。全然なってなかった、バレバレだった。もうなんかさ、だってさ、もうこう不可解な行動をしてくれっていうからさ、俺ずっとさあのテーブルでさ、なんか意味わかんない何もない空間の方を見てさ、なんかあるんじゃないかみたいな顔したりさしてさ、ずっと挙動不審な行動してたのにさ、バレバレ。マジで変な人みたいな感じの認識になったと思う。確かに、なんかそうだね、なんかでもあれ良かったね、あの手作りケーキみたいなやつとか。ああ、あれ良かったね。ダンボールで作った手作りケーキね、あれも面白かったね。店員さんがさ、誰が仕込んだのあれ、 T 君が店員さんに言ったの。そう、あ、 T 君が店員さんに手作りケーキっていうあのダンボールで作ったケーキで、ろうそくの代わりにライトがついてるやつを店員さんに渡したの。でいきなりさ、ご飯食べてたら真っ暗になって部屋が、で店員さんがなんかもうノリノリでハッピーバースデーの歌を歌いながら入ってきて。そうだね、すごい優しい人だったね。優しい人だったよね。ダンボールのケーキを天月くんの前に出してさ、吹いてくださいって
ろうそく吹いてくださいってふーって吹いたらさ、うん、下のスイッチこうプシッてやってわざわざ手動で、すごい手作りケーキよかったな。よかったね、あれ、うん、あれもおもろかったな、うんうん、あと一個前のさ集まりでさ、うんうん、あれ一個前の集まりってあれか、俺が一人だけユッケ当たって帰った日か。あーそうだね、うん、ユッケ当たってたね。うん、うん、いや面白くもなんともない話だなそれ不愉快でしかないわ本当。フラフラだったもんね。もうフラフラ、みんな元気でさ、なんかそのままちょっと散歩しようぜみたいな感じで歩き出してさ、もう俺吐きそうなの、うん、もうフラフラ、もう身長半分ぐらいになりながら、うん、確かにやばかったあの時は。面白い話はいっぱいあるよな。何にも出てこないけど、うん、まあ、でもそうだね、面白いよね一緒に本当に面白いと思ってる今さ、この面白いエピソードについて話してる時さ、イブ君何も話してなくない？いや、なんか覚えてるちゃんと自分でいや別になんかこれといって爆笑したことはないよ本当？え、それじゃあ面白くないんじゃないの？集まるのやめるか。これも面白い面白い面白いよ。なんか一緒にいるだけでなんか楽しいなってあるじゃん。うわ、出た出た、いい話にまとめようとするやつ出た出た出たなんでなんで、面白いよ、うん、面白いよ、そんな言うだけでさ、うん、よくないな。なんか、こう、なんかだってさ、うん、ご飯食べた後にうわすごいちょっとなんか当たっちゃったかも、お腹結構痛いんだよねって言ってずっとさ、なんかマック前かがみになりながらさ、なんか、うん、よちよち歩きでやばさバカにしてんだろマジいや面白いなって思いながら。ああなるほどね、その面白いってさ、うん、そのさ、あれだよね、なんかちょっとバカにしてる笑いじゃん、笑いが違うんだよ笑いが。いやいや面白いよ、うん、朝笑ってるんだわそれちょっといや